こんにちは、みじゅです。今回の動画では久しぶりの長距離インプレッションを行っていきたいと思います。乗っていく車はスバルフォレスター、私の愛車になります。今日はジャパンモビリティショー2024のトークショーに参加させていただいて、そこから岐阜県の高山市に向かいたいと思います。で、なんで今日高山市に向かわなければいけないかと言いますと、明日からラリー高山が開催されるので、まあ、そちらの取材も兼ねて行きます。所要時間が約5時間ちょっと、休憩入れて6時間ぐらいなので、まあ、その道中とかもお届けしていきたいと思います。はい、ということで現在の走行距離から確認していきたいと思います。はい、現在の走行距離は 48,353 キロです。12月で2年を迎えるんですが、いいスペースで走行距離は伸びてるかなと思います。高山市バイパスアルファ1、はい、こちらに全泊する予定です。5時間34分かかりますね。338キロで5時間34分って結構遠いですね。今1時54分なんだけど、到着時刻19時28分着になっています。安全運転で走っていきたいと思います。ちなみに私今ちょっとゆるキャラにハマっていて、ゆるキャラというかこういう猫ちゃん系にハマってて、ちいかわの温泉バージョンと、あとししゃも猫っていうの、これは鳥取県じゃない、徳島県で買いました。はい、それでは高山に向けて出発したいと思います。出発地は幕張メッセの向かい側の駐車場ですね。今回幕張メッセでトークショーがあって、でその様子はベストカーさんの YouTube チャンネルでアーカイブで残ってると思うので、もしよろしければご覧ください。はい、もうすでに3時間ぐらい走ってきました。現在いるのがこちらのパーキングにおります。で、残り走行距離は185キロ、で到着予想時刻が19時31分となっております。頑張って走っていきたいと思います。はい、お疲れ様です。現在は八ヶ岳パーキングにいます。結構疲れてきてしまったのと、あと夕方にかけてメールがすっごく届いたので、ちょっとその返信作業とかもしてました。なんかこういうことしてるからね、なかなか目的地にたどり着けないんですけどね。今のお供がじゃん、モンスターです。モンスターを飲みながらちょっとね、体力をごまかしてる感じです。はい、ということで高山のホテルに到着しました。結構時間かかりましたね。今現在の時刻が20時49分です。映ってますかね。20時49分になります。で、今日の走行距離は345キロになります。なんか345キロの割にかなり時間かかりましたね。後半の2時間半ぐらいが
もう全部一般道と山のワインディングだったんですよ。そこが結構時間かかりましたね。インターから遠いのですごい大変ですね。おはようございます。 UCC が使用できます。おはようございます。本日ラリー高山初日になります。今からセレモニアルスタートを見に行くために、移動していきたいと思います。朝もう7時半ぐらいにホテルを出発して、最初のスタート地点である高山市役所に行ってきたんですけど、高山市役所、普通に市役所の前でスタートするだけでちょっと写真映えないなって思ったので、ゲートとかあるんでそれはいいんですけど、もうスタートの30分前からそのゲートの周りは人だかりになっていて、ちょっと映像とか写真がうまく撮れそうになかったのでやめて、で街中を走るコースがあって、でその時に古い街並みをラリーカーが走っていくコースがあるんですね。でそこは SS 区間っていう、早くタイムを争う区間ではなくて、移動の時に古い街並みの中を走っていくので、何でしょう、その時にいい写真とかいい動画が撮れたらなと思ったので移動してきました。大きな駐車場なんですけど、ここから歩いていけるそうです。はい、ということで今から、古い町並みの方に向かっていきたいと思います。で車はここに止めて、でこちらが図書館ですね。あ、図書館のに勝手に止めてるんじゃなくて、ここは有料駐車場になります。はい、それではそろそろね、SS 区間見に行きたいと思います。私が今回見たいのは、SS1 が始まってるんですけど、まだゼッケンナンバー30番ぐらいが走っていて、で清水和夫さんの車を見たいんですけど、その車が56、57番とかなので結構遅いんですよね。で1台ずつ走ってから次っていう形なので、最初のスタートしてから1時間半後ぐらいに走ると思うので、全然時間は余裕ですね。これからちょっと高山市内を走りながら移動していきたいと思います。はい、ということで今サービスパークに行ってきました。なんか個人的には勘違いしてて、 SS 区間に来たと思ったらあれなんですよ、サービスパークっていうなんかレースでいうピットとかそういうなんか集まりみたいな、ピット作業ができるサービスっていうところがあるんですけど、間違えて私サービスの方に来てましたね。だけどおかげで、いろんな方とお話できたので良かったです。ということで、14時ぐらいから
次の走行が始まるので、そちらのもう一個別の山があるので、そちらに向かいたいと思います。結構土砂ってきましたね。今プリクラッシュが切れちゃいましたね。アイサイトも切れちゃいました。で、今ちょっと木陰に入ってるんですけど、それでも結構雨が降ってきてますね。これ普通に走るだけでも大変だから、今 SS 走ってる方々大変ですね。やばい。レース、ライブとも実績を持つ。だから本当に言うこと一つ一つに思いやるんですよね。ああ、クラクションを鳴らしながらのスタートとなりますと、別にスタートとなりますと、山本奈美選手、スタート際エンジン、ヤリス、入りに行きます。スタート際エンジン、ヤリス、入りに行きます。スタート際エンジン、ヤリス、入りに行きます。おはようございます。本日はラリー高山2日目です。で、今サービスパークにやってきたので、ちょっとね、見学していきたいと思います。何かお話聞きそうであれば聞きたいと思います。めちゃくちゃまさかなんですけど、これまっすぐ進める感じなんですが、実際もう閉ざされてる道が閉ざされてますね。ちょっと今スキー場に移動しようと思ったらこんな状態でした。お疲れ様でした。ダブルでイエーイお疲れ様です。いかがでしたか。まあ、結果2なんだけど、でも、はい、トップとの差が詰まってきたので。おー、なるほど。じゃあ、走ってても手応えがあった感じですか。あのね、さっきもコメントしたんだけど、はい、なんていうんだろう、今まではちょっと未知の世界があるから路面とか、はい、探ってるところがあったんだけ ど、 なるほど、今回確実にこの路面でこのタイヤだったらこうだよねっていうのが分かったんで、それが自分のここに落とし込まれて、落とし込まれてで発揮されたと。で、自信がついたから結果的に失敗もないし、なるほど。あとはアンマさんと差がどこにあるのかっていうのを分析して、はいはい、自分の足りないところを見つけたら、はい、課題が明確になるから、はい、そう詰めていけば。なるほど。ラリー面白いですか。ラリーやらずして車好きって言えないだろうそしたら結構が当てはまんない方いらっしゃる気がするんですけど。いや、でも両方使いなんだけど、はい、やっぱ両方面白いよね。あ、本当ですか。レースはレース面白いし、うん、どちらも違った魅力が。300キロも楽しいけど、うん、
なんか30キロぐらいでグダグダの道走るのも面白いし、うんうん、確かにまた全く別のジャンルですしね。そうだね、まあ、ライバルが並走するわけでもないですし、共通点は、うん、路面の状態とタイヤのグリップが自分のものになれば、はい、うん、その真ん中にあるハードウェアの車なんてある意味どうでもいいってこと、はい、もうなんか路面と対話するような感じが分かると、はい、路面と対話、うん、なるほど。イギリス人がよく言うんだけど、はい、ウィールトークって言い方するのね、ウィール、ホイールトーク。おお、ホイールトーク。ドライビングとはホイール、あのタイヤと対話しなさいっていうのは、はい、なるほど。イギリスの車好きがよく言うんだけど。ああ、そうなんですね、うん。勉強になります。そうすれば FF だろうが、ハイブリッドだろうが、うん、四駆だろうが、ポルシェだろうが、フェラーリだろうが、全部一緒。なるほど。私気になってたことがあって、うん、このハイブリッドで出ることによって、このハイブリッドシステムっていうのは、熟成というか、成長につながってるのかなと思ってて、もともと燃費用に出てきた技術だから、うん、ほっとくともう燃費はいいんだけど、はい、ドライバビリティがっていうのあるじゃない。あ、こういうモータースポーツで鍛えれば、はい、走る楽しさも、ね、うん、開発できるから。確かに一挙どうと。ありがとうございます。環境に優しくて、はい、走る楽しさが両立できればいいことないよね。確かに本当そうですね。どこ行くんだっけ。ありがとうございました。はい、茅場賞1位のパネルを受け取っていただければと思います。え、これ取れてるの？え、これで取れてるんですか？そうしましたらですね、第1位大倉選手にですね、一言今のお気持ち。ハイブリッド、清水和夫選手、山本麻美選手です。大きな拍手をお願いいたします。第2位です。第2位、カーナンバー57番、清水和夫選手、山本麻美選手です。大きな拍手でお迎えください。おめでとうございます。はい、あの最終戦でなんか一言じゃ終わんないんだけど、長くないといけないんですけど、まあ浜田さんと一緒にこの Gen6 ハイブリッドやって、なんかもうラリーってただ楽しめばいいかななんて最初は思ってたんですけど、やっぱ浜田さんがいるとやっぱやったらこっちもアドレナリンが出てですね、最初思いっきり話されてましたけど、ちょっとずつこう詰まっていくので、やっぱり浜田さんをの背中を見ながらバトルするっていうのが楽しくて、まあ来年も再来年も浜田さんずっとちょっと追いかけさせてくださいね。はい、ということでありがとうございます。大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。はい、それではお願いいたします。はい、皆さん、松原選手にシャンパンを盛大にかけていただければと思います。おめでとうございます。はい、ということでラリー高山終了しました。はい、ということで私は明日ちょっと仕事があるので、ここから2時間ぐらいかけて安曇野の方へ向かいたいと思います。で、自分の慰労のために旅館を取りましたので、そちらに今日は泊まって、で明日取材して安曇野から帰る予定です。なのでね、今から安曇野に移動したいんですけど、今5時ぐらいでちょうど時間がいいから、ちょっと夕ご飯食べに行こうかなと思います。目つぶっちゃいましたね。
かわいい、あざとい。じゃあ失礼します、はい、ちなみにこのエンジンはヤマハです。ヤマハ、なるほど。